ございます。今日のお話は新宿歌舞伎町で回線詐欺に遭いましたっていう話です。まあこの話は 2,3 日前に、仕事で、歌舞伎町に、トラックで納品に行きました。資材の、そうしたところ、なんか喋りかけるおっちゃんがいてんで喋ってたら結局、買わされたっていう話なんだけど、どういう感じかっていうと、軽トラでフォローをかけて中に、回線、発泡スチロールで、いろいろ、氷詰めで、しめ鯖だいくらだ、車エビだ伊勢エビだなぜかメロンだっていうのを積んで走っててでそれを開けて、それ食べさせてでなんかこう ちょびっとでいっぱいお金を取るという手法なんだけど基本的にはね喋りかけてもね相手にしない知り合いだとかなんか言って話しかけてくるんでそうなのかなって話聞いちゃったんだよね自分は。だから、もしこれを聞いてる人見てる人がいたら、なんか話しかけてくる変ちょっとね小太りなおっちゃんで、上下スウェットみたいで、長財布のファスナーでパンパンなんだけど中は分かんないよ金はいっぺんあんだよとか言ってなんか今日はラッキーだなとか言って近寄ってくるからで練馬ナンバーの軽自動車でそれが来たら、絶対話しかけない。いろいろまあ詐欺師だからねいろいろ喋ってきてね なんとなく聞いちゃうんだよね。で俺は最終的にいくら持ってるってちょっと商売と違うだろうっていくら持ってるっていうことはねえだろうってこれとこれなんだけどいくらだよっていうのが商売の鉄則じゃん。それがいくら持ってるっていうからもうそれでもう話がもうおかしいよね。で俺は3000しかないって言ったら、まあ、車エビと、しめ鯖とイクラと なぜか知らんメロン、まあ家帰って見たけども車エビもずるいんだよね。結構でかい箱に入ってておかくずが満タンに入っててで生きた車エビが入ってるんだけど何尾が入ってるか分かんない。でもその箱の大きさから言ったら結構入ってそうだなと思って家帰ってみたらほとんどおかくずで、自分の中ではその箱だったら 2,30 匹入っててもおかしくないような箱なんだけど家帰ったらもう10匹ぐらいしか入ってない。だからそういうなんかね上手なやり方なんで、もし歌舞伎町が巡回してるけどでも都内全域で走ってんじゃないかな。だからドライバーの人は、特に、気をつけてください。ちょっと休憩してる時に来てなんかいろいろ話しかけてくるんで軽トラで練馬ナンバーで小太りお金いっぱい持ってるって言うんですよ。でこの財布の中には 2,300 万入ってるって言うんですよ。中開けないんだけどね、はい、なんでそれが来たら怪しいなと思って今日はラッキーだってそのおじちゃんは俺に会えてラッキーだって来るから全然ラッキーじゃないんで話無視してなんかとにかく話したら終わりだと思う詐欺師なんでね、はい、で今日も見てくれて聞いてくれてありがとうございました。以上です。